私にとってメガネとは、うん、一言で表すのは難しいですけど、表すとするなら、お客様がどういう風に感じるかっていうところを結構お話されてたので、あんまりないですけど、意外性っていうのはあのまんまだから自分も好きがイコールファンも好きっていう、全てがこう繋がっている。葵ちゃん何が好きっていうと、ちゃんと好きなものが決まっていて、かつそれを伝えれる、だからみんな信頼してついていっちゃうんじゃないかなと思います。メガネってなんか自分の中ですごいこだわりがあって、まあ、顔の形だったりとか、まあ、ファッションに合うかだったりとか、実際に普段からゾフさんのメガネはかけさせていただいてたので、なんかコラボできるって聞いて、まあ、とにかく嬉しいっていう気持ちと、どんなメガネ作ろうかなっていうのが一番最初に、はい、思い浮かびました。今日はですね、型の選定と、あと、カラーリングのこうなんとなくこうこんな感じっていうのがあれば、はい、だいたい2色ずつとかは作りたいかもなって思っていて、まあ、全部ユニセックスでは作りたいなと思ってるんですけど、特にやっぱメンズでもレディースでも合うってなると多分このメガネになると思うので、ここは絶対黒縁メガネと焦げ茶を作りたいっていう感じで思っていて、こっちのやつに関してはなんかベースが黒な感じの、まあ、メガネというよりはサングラスっていう形で作りたいので、大体もう構成が出来上がってましたはい、私の中すいませんすんごい細かかった、ごめんなさい大きなテーマとしては私のベーシックっていうところがあのポイントになっていて、普段からメガネをかけるんですけど、かけるメガネの種類がたくさんあるかと言われるとそうでもなくて、なんかトレンドに左右されるようなメガネっていうよりかは、ずっと長くいろんなファッションによってメガネの見え方が変わるっていうところで作っていきたいなっていうふうには、はい、思ってます。ここが長い気がする。あ、余白が、ここが、うん、ここのこの余白が、うん、今おしゃれな女の子とかファッションタイプの子たちにはやっぱ太いメガネっていうのは注目されてるのかなって思っていて、なのでだからそのこのベーシックなものと、まあ、オールマイティに使えるあのメタルのサングラスと太いものでちょっと作れたら面白いんじゃないかなっていうのは思っていて、あのレディースがかけても可愛いし、メンズがかけても可愛いしっていう、なんかこうどんな方でも似合うっていうところも大事にしたいなって思ってるので、なんか偏りがないようなバランスで、色の展開とかも2色ずつだったりとか、レンズも変えられるようにしているので、こう自分の肌だったりとか顔に合わせて変えられるっていうところも自分なりにしてほしくって、でまあ、私のベースとしてはあるんですけど、みんなのベースにもなるようなものにしたいので、そこは結構こだわってるんですけど、カラーリングをすごい迷っていて、はいはい、あの絶対に真っ黒が欲しいんですよ、はい、このベーシックは。で真っ黒と明るめの茶のべっ甲でも、この赤茶っぽいべっ甲ではなくて、さっきかけてたこのカラーサングラスっぽいこのちょっと模様が出ているパターン、はいはい、をこっちではもうほんとベーシックでは作りたくって、ただその太めの方、そうですね、そういう形に近いかなと。でもこっちのちょっと赤いので、もうちょっと黄みがかりたいという、ちょっとすごいすいません細かい、すんごいこだわりが多いのであのビビたる 細かいこだわりをちょっともう、はい、すいませんって感じなんですけどおーいっぱいある、あ、これ、あ、こういうこんな感じ、この辺とか。ぜひ、そうですね。あの別個も本当に種類がすごくたくさんあって。楽しいですね、これはね。ありがとうございます。いっぱいある。ああ、むっつ。深い。メガネと深い。でも楽しい。なんか、こんな1ミリで変わるの？みたいな。やっぱ顔につけるものなので、なんか、
もう本当にこの数ミリの差でこんなにも顔の印象って変わるんだっていう新しい気づきだったりとか、それを知れば知るほどやっぱ面白いなっていう、ものづくりって面白いなっていうところと、あと選ぶ種類がたくさん1ミリ単位だったりとか、本当にこの濃度とかだけでも全然印象が違うので、ありすぎて迷うなみたいなのはやってて楽しさと、なんかこう新しい発見等でちょっと優柔不断な部分とかいろんなイメージが湧きすぎちゃって、絞れるかなっていうところはあるんですけど、楽しいが今はありますね。はい、サンプルが届いたのでちょっと今から開けてどの、メガネにするか決めていきたいと思います。ではオープン。結構ありますねこれ、こんな感じで、べっこうちゃんのシンプルなメガネの方はこんな感じで仕上がってます。かけて、結構いい感じじゃないですか。どう、理想な感じだぞ。形めっちゃ可愛くないこれ、言ってた通りのね、なんかちっちゃすぎず、大きすぎず、だけどこの太さはちょっと絶妙な太さっていうところがポイントなんですけど、三原さんは、2回今までプロモーションでご一緒してますが、もう最初の印象から非常にこう言葉に強さがあって、なんか経験とか信念に裏付けされる、なんかこう自信、揺るぎない勝ち筋が見えてるみたいな、そういった自信がすごいある方だなっていうのを感じましたし、一緒にこうプロモーションをしていただいて、しっかり結果も伴っているっていう、またそこもすごいなっていうふうに感じます。じゃあお次は、このシリーズ、メインシリーズとまた違う種類の、太めのちょっとデザイン性のあるおしゃれメガネを見ていきます。8、あーちょっとでかい、なんかむずい、ちょっともったりしてるかな、なんかここの幅がちょっと広いかも、もうちょっとここの幅が狭くて、どっちかっていうと横に広いっていうよりかはこの縁の太さが太い方がいいかも。これいきますね、これ一番ちょっとこの柄が多い、そうですね、どう、柄ちょっと柄柄しいね、ちょっときついかも柄が。やっぱこの7か2かな、べっこはね、7か2やね。ファーストサンプル、良さそうです、良さそうです。物のこだわりというか、そのメガネって本当数ミリ単位で印象とか色のちょっとしたニュアンスで変わったりするんですけど、なんかそれをすごい言葉にしてらっしゃったんで、なんか結構珍しい方だなっていうのは印象的に思ってます。毎回戻し楽しみだってしましたそうですね、どんなことが返ってくるのかなっていうのもあったんですけど、でもその一貫して一番最初の打ち合わせの頃からこういったところにこだわりたいっていうところが結構貫かれていたというか、途中から全然違う方向に変わったりは全然してないので、その辺はすごい、筋の通った方というか、コンセプトとかそういうの大事にされてるんだなというのは今大体こう作り終えてですけれども、そういうふうに思います。ちょっと、リアルでミーティングさせていただけるかな、今日最後かな。あ、本当ですか。あ、そうですか。気がします。早いもので、早い、はい、でもなんかちょっとずつ形になってきて楽しみです ね、はい、早くかけたいなと思いながら匂わしたい、ね、はい、匂わしたい。早速じゃあメタルの方、はい、はい、今ここの透明の、なんかついてるじゃないですか、メタル以外の部分が。でそれが若干かけた時に、これだったらここの抜けがあるから気にならないんですけど、こうちょっと濃い
ものを入れた時にこうかけた時に若干多分このコントラストとかもあって浮いてるように見えちゃうのが若干気になって、で私の顔のサイズだともうちょっとコンパクトにしても多分合うんですけど、でもなんか一般的なかけやすさを平均的にベースに考えちゃうと、あのちっちゃくしすぎちゃうとまたそれはそれで難しくなる差が出ちゃうと思うんですね。でなった時にこうボリュームがある、この厚みがあるから浮いて見えるように見えるのかなって思ったら、この透明の部分を外してこのメタル部分、あメタルだけだけになったらどうなんだろうって今思っちゃって、メタルって難しい。あの黒縁眼鏡のようになんか、あこれですみたいなのになりたいんですけど、ちょっとまだこれだったらこれの組み合わせがいいっていうのは思うんですけど、ね、じゃあ それで進めてください。サイズ、はい、ちっちゃくするとあれなんで、はい、このサイズで、はい、ベーシックに考えます、はい、ありがとうございます。でもなんかあっという間がなんか一番最初に思い浮かぶっていうか、メガネを作らせていただいていろいろこう打ち合わせをしたりとか、自分なりになんか本当に細かい差に悩んでやっと形になって、そしたらもうサンプルできたらすぐ撮影みたいな感じだったので、なんかスピード感が速いなっていうのと、すごくいいものが撮影できたなっていうふうに今は感じてます。ヘアメイクさんもスタイリストさんもカメラマンさんも私のいつもお世話になっている、なんかあの心を許せて私の言いたいニュアンスを汲み取ってくれるあのチームで撮影させていただいたので、なんかこう気持ち的にはリラックスもできながら、あといつもの私らしさを残しつつも、なんか新たな自分っていうのもあの見せられたんじゃないかなっていうふうにはあの思ってます。衣装とかもなんか私服で普段私が着用しているようなテイストをあのお願いしたので、そこら辺はあのちょっとビジュアルっぽく撮ってはあるんですけど、コーディネーターとしては真似してもらいやすい組み合わせなんじゃないかなと思うので、なんかそういったところはぜひ取り入れていただければなって思います。小物としてのメガネというよりかは、そのなんか自分をもっと素敵に見せてくれる一つのアイテムとしてのメガネみたいなラインナップだと思うから、なんかあえてお洋服はベーシックでいいと思うし、普段の人に会う時にちょっと違うね今日はっていうので、そのアクセントにすごいなるものなのかなって見てて思いました。基本的には葵ちゃんらしさっていうのを軸に、親近感を保ちながらシャレ感を出すっていうのをまあ、毎回大事にはしているんですけれども、今回は特に大事にしました。で、レンズの色だったりとかフレームの色っていうのはすごく微妙にこだわられた色味だったりするので、それに合わせてリップをどんどん変えていったりとか、ヘアを変えていったりとかっていう風に、色をすごくこだわって、実はリップの色を実はこだわって葵ちゃんと一緒に、ビジュアル作成したという感じです。今回特に感じたのは、みんなもできそうな部分をしっかりキープしながら、シャレ感だったりとか葵ちゃんらしさっていうのをどんどん乗っけているので、そのバランスが例えば崩れすぎてものすごいモードになりすぎたり、街中に行けなさそうなものになりそうなとこはちゃんと葵ちゃんがグッて引っ張って戻してくれるっていう、その親しみやすさだったりとか親近感、あと皆さんが明日から実は真似しやすそうみたいなところはすごくあのしっかりこだわって作られていたんじゃないかなと思いました。今回あの贅沢に4種類もあのメガネを作らせていただいて、あのメガネとサングラスをあの用意しているので、自分に合ったあのものが一つは見つかるんじゃないかなってまずは思ってまして、あのやっぱりクラシックにあのベーシックに使えるっていうところが、私もやっぱ普段のファッションがそこを軸にしているので、あんまりトレンドに左右されない感じで、なんかこう
ベーシックなものをずっと長く大切に、そこをなんかこうトレンド感をどう取り入れていくかっていうところを、まあ、ファッションで大事にしてるんですけど、なんかそこを軸に作ったメガネではあるので、なんか今だけじゃなくてこの先もかけてもらいやすいあのメガネが自分の中でも作れたんじゃないかなって思っているので、いいあのメガネとサングラスができたと思うので、たくさんの方に手に取っていただけるんじゃないかなと思っております。なのでメガネ好きな方とかでも、あの社内の方とかでも、あの私のメガネとかサングラスとかかけてくださると嬉しいなと思います。私にとってメガネとはちょっと自信を与えてくれるお守りみたいな、ものかなって思います。みんなにもお守り代わりでつけてほしいなと思います。